どう？美味しい？今日はあなたの好きな唐揚げにしたの。明日は私の好きなベーコンのアスパラ巻きにしようと思うんだけど、どう思う？ご飯の後はどうする？一緒にお風呂入ろっか。もうノリ悪いな。新婚さんごっこだよ。いつでも私の遊びに付き合ってもらわなきゃ。頑張ってくれるよね。二人でしかできないことだよ。たくさんあるでしょ。あ、バレちゃった？ちょっとわざとらしすぎたかな。こんなにドキドキしてくれてるのに引っかかってくれないのか。もうちょっと研究しとかなきゃ。あ、直接的ないたずらじゃなくてドッキリ仕掛けるのも面白そうかも。でも新婚さんごっこしたいのは本当だよ。私もそれなりに憧れてるんだよね。涼介くんなら付き合ってくれるかなと思って。どう？オッケーオッケー。盛り上がりすぎないように気をつけないとね。それじゃあ、何したらいいのかな。新婚さんだからって特別なことして過ごしてるわけじゃないんだよね。よく考えたら憧れてるのもドレスだったり新婚さんって響きだけで、何したらいいのかよくわかんない。もっとちゃんと考えとけばよかったな。新婚さんごっこでいたずらしようって思いついたのもついさっきだし。ねえあなた、そんなに怒らないで。ちょっとした出来心じゃない。あれ、反応薄くない？もうちょっと慌ててほしいんだけど。
ごめんごめん。それじゃあテイク2ね。あなた、そんなに怒っちゃ、やだ。ちょっといたずらしてみたかったの。ね、許して。ありがとう。優しいのね。でも、その優しさが私を不安にさせるの。毎日帰りが遅いのは本当にお仕事なの？私が何も知らないと思ってるの？冗談だってば。演出演出。昔雑誌で読んだんだよね。ああいうと男の人って本当に焦っちゃうんだ。ファッション雑誌で特集組んであったんだよ。他にも使えそうなネタがいっぱい書いてあって面白かったよ。凌介くんはそんなことする人じゃないでしょ。だったら大丈夫だよ。あ、そっか。よく考えてみれば家にいる時以外ほとんど一緒にいるよね。意外と乗ってるね。どうしよっかな。今日はお昼寝してないからちょっと眠いんだ。星を見てるのかな。まだ明るい時間だけど見えるのかな。涼しいね、ここ。風が気持ちいいし、見晴らしもいいし、お昼寝するのにすっごく良さそう。風邪ひくと思う。今日は寝袋も毛布も持ってない。あれ？そうなの？私は割と本気なんだけど。夏だし、ちょっとくらい大丈夫じゃない？体痛める。せめてこれ使って。乙女座で一番明るい恒星、春の大三角の一つ。偏恒星で青白い輝きが特徴。
周期で明るさが変わる。スピカは目に見える分にはほとんど変わらないけど、4日間の周期で規則的に変わってる。スピカは太陽よりずっと明るくて高温。明るさは太陽の約1000倍、表面の温度は約2万度。そんなに簡単な話じゃない。星は奇跡の積み重ねで存在してるから、動かしたりできるものじゃない。いいかな。白くて綺麗な星だね。少し北の方にオレンジ色の星があるはず。見える？あ、これかな。こっちもすごく明るいよ。へえ、こんなに色が違うんだね。アークトゥルス、牛飼い座で一番明るい恒星。これも春の大三角の一つ。スピカが東で、アークトゥルスが領。アークトゥルスとスピカは、夫婦星と呼ばれてる。二人にぴったり。何言ってるの？違った。天然ちゃんはとんでもないこと言うな。あのね、私たちは。ん？何？交代、あとよろしく。アークトゥルスも変更性で、二つの星は5万年後くらいに一番近づく。頑張って長生きして。獅子座のデネボラと結べば春の大三角。本当はもう少し暗くなってから見てほしい。夜空で見るスピカとアークトゥルスは宝石みたいに綺麗。言ってもらえるのは嬉しい。私も話していて楽しいから。照れる。もっと見ていく？いつでも来て。知らなかったよ。星に興味あったんだね。確かにすごいなって思うけど、天然ちゃんはどうして星に興味持ったのかな。ちゃんやピアノちゃんもそうなのかな。あとクラゲ先輩も。そっか、みんな青春してるな。いいね、楽しそうで。
そうだね。うん、これも青春か。今日の帰りに綺麗に見れるかな、星。このままもうちょっと遊んでいかない？今から町まで行ってもそんなに時間なさそうだし。あてもなくブラブラ。探検探検。今から戻っても怒られちゃうし、説明するのも面倒だし、次の授業が始まるまでのんびりしてようよ。それじゃあもっかい、おやすみなさい。人のせいにするのはどうかと思うよ。だってもぞもぞ動くから気になって眠れないの。そう、それじゃあお互い様ってことにしとこっか。嫌がるの？それじゃあ後はつけないからちょっとだけ。ん？何が？別に我慢なんてしなくてもいいと思うよ。私も我慢なんてしたくないもん。
陽介くんが我慢してたら私も我慢しなきゃって思っちゃうでしょ。そういう窮屈な思いなんてしたくないよ。だからもうしょうがないな。それじゃあ今度からはもう少し時と場所を考えていたずらするよ。陽介くんがモヤモヤして困ってる顔好きなんだ。だからかな、つい困らせたくなっていたずらしちゃうんだよね。改めて言われると恥ずかしいね。やだ、そんなに見ないでよ、恥ずかしいってば。意地悪、こんな人だと思わなかったよ。私も嫌じゃないよ、意地悪されるの。お互い様なのかな。そうだね、ドキドキするけど落ち着いて気持ちいい。ようやく終わったよ。同じような話ばっかりで疲れちゃった。まあね、別に何言われても気にしないよ。それよりちょっとまずいかなって。もうすぐテストだって忘れてた。このままだと大炎上しちゃいそうなんだよね。あ、知ってる？赤点だと部や委員会の活動も禁止になるんだって。もし赤点だったらメガネくんにいろいろ言われるんじゃない？ああ、いたいた。あんたたち大丈夫だった？よかった。まあ、あんたたちも幸せなのはわかるけどさ、ほどほどにしときなさいよ。え？私がそんなのしてると思う？全然想像できないね。カメラちゃんが真面目に勉強してたらちょっと面白いよね。どうか、そんなにはっきり言わなくてもいいんじゃない？そうね、私に任せなさい。こういう時はね、
美しい友情で乗り切るのよ。どうしよう、鳴沢さん。私に聞かれても、他人に勉強を教えたことなんてないし、どうしたらいいのかしら。私たちが分かんないところを、リカがどうやって解くか教えてくれればいいから、ね、お願い。私このままじゃ写真撮れなくなっちゃう。私は別にどっちでもよかったんだけど。面倒見るなら二人でも三人でも一緒でしょ。ちなみに、どこがわからないの？だいたい全部。自慢じゃないけど、不安じゃないところなんてないわ。あ、私も。マークシートなら平均点くらいはいけそうな気がするんだけどね。私たちだけじゃ手に負えないんじゃないかな。私もそんな気がしてきたわ。誰かもう一人くらい手を貸してくれる人がいれば。クラゲ先輩は？天然ちゃんは年下だから無理だけど、年上のクラゲ先輩なら教えてくれるんじゃない？それよ、どこ賢い。確かミサさんは学年トップクラスの成績だったはずよ。日野くんは真面目だと思ってたのに、残念だわ。あ、ずるい。涼介くんも潔く遊んでたって認めなよ。どうことイチャイチャしてるからでしょ。保健体育の勉強はバッチリじゃないの。ちょっと、私の仲間はどうこだけ。授業中はほとんど寝てるからね。自慢じゃないけど、テスト範囲すら怪しいよ。勝った。私テスト範囲はちゃんと知ってるわ。今のところ一歩リードよ。争いが低レベルすぎね。頭痛がしてきそう。こんにちは。夏希さんに緊急事態だと呼ばれたんですが、何かご用ですか？ミサさん助けて。私に勉強教えてくれない？お勉強ですか？それは構いませんけれど、どの科目をお教えすればよろしいんですか？全部！全部ですか？夏希さんの得意な科目は体育！困りましたね。日野くんと雪村さんは私と鳴沢さんが教えるってことでいいかな。力になれるかどうかわからないけど頑張るね。私は理系が苦手だな。数字ばっかり見てても全然面白くないんだもん。それじゃあ私が雪村さんを担当しようかしら。篠崎さんは日野くんの担当でいい？うん、いいよ。それじゃあ始めよっか。あと少しで下校時間だね。どうしよう、もう少し頑張る？
たいけど気力が持ちそうにないわ。もう少しだけ頑張りましょう。対策用の資料をまとめてお渡ししますから、明日までに解いてきてくださいね。今私心折れたわ。ポキって聞こえたもん。カメラちゃんもこういう時は元気なくなっちゃうんだね。雪村さんも笑ってる場合じゃないでしょ。このままだと試験範囲終わらないわよ。え？そんなに範囲広いの？聞いてないよ。さっき説明したでしょ。教科書の48ページから91ページ、三角関数と指数が。あ、待って。そういう単語聞いただけでもう頭痛い。わかるわ。私なんて頭だけじゃなくってお腹も痛いもん。あなたたち、試験は保健室で受けたら？一応、私お薬持ってるから、必要ならすぐに行ってね。これはいけてるでしょう。そうです、正解です。夏希さん、やればできる子だと信じていました。まあね、私がやる気になればざっとこんなもんよ。カメラちゃん、頭から煙出てるよ。マジで？やった！私かっこいい！この調子で頑張りましょう。次は世界史の勉強です。覚えるだけですから、きっと簡単ですよ。私もうこれ以上入んないわよ。せっかく覚えた公式が古いのから出てっちゃうわ。雪村さん、自分の勉強に集中して。他人の心配してる場合じゃないでしょ。もう厳しいな。人には得意不得意があるんだから仕方ないって思わない？不得意ならなおさら頑張らないといけないわね。下校時間までにこのページまで進めましょう。ピアノちゃんがいじめるよ。その呼び方やめてって言ってるでしょ。もう1ページ追加。そんなの無理だよ。私に何の恨みがあるの？日野くんはもう大丈夫そうだね。塩薙学園で初めてのテストだもんね。頑張っていい成績取れるといいね。助かるわ。私は雪村さんがサボらないようにしっかり監視するから。窮屈だよ。もうこれ以上無理だよ。私は瀬川さんのお手伝いだね。世界史は覚えるだけだから時間かければ絶対にいい点取れるよ。そうです、夏希さんはやればできる子ですから、今日中にここまでは終わらせていただかないと。
だから赤点じゃなきゃいいんだってば。頭使いすぎた。こんなに勉強したのなんて初めてだよ。ちょっとからかいすぎちゃったね。ピアノちゃん、相変わらず真面目だな。理系は全部ダメ。文系は、それなりにできるけど、問題文が面白かったら満点も狙える感じ？まあ、赤点じゃなきゃ気にしないよ。もう今は勉強の話はなし。もっと楽しいお話しようよ。あ、それいいね。何して遊ぼっかな。夏休みにいろいろエッチ。なんとなくそんなこと考えてるんじゃないかなって思って。当たってる？気にしない気にしない、ちゃんとわかってるから。期待してもいいってことでしょ。女の子だってそういうこと考えてるしね。楽しみだね。準備に時間かかってちょっと遅くなっちゃった。
何言ってるの。お泊まりなんだから荷物が多いのは当たり前でしょ。女の子にはいろいろあるの。そうだよ、テストはあさってからだし、いちいち帰るの面倒なんだもん。凌介くんもお家に一人だし、いいかなって。お邪魔？いいよ、気にしなくて。コンビニにお弁当買いに行ってもいいし、カップ麺とか好きだよ。あ、私も一緒に行く。荷物置いてくるからちょっと待ってて。それなら私、クリームシチューがいいな。ねえねえ、フランスパン買っていい？ご飯と一緒に食べるのもいいけど、パンと一緒に食べるのも美味しいんだよ。ピーマンやだ、苦いんだもん。キノコ、マッシュルームかエリンギ食べたい。それならいいでしょ。お菓子は？勉強するのにお菓子はたくさん必要だよね。最低でもこのカゴがいっぱいになるくらい？大丈夫だよ。頭使うと糖分が必要になるんだから、備えあれば憂いなしって言うでしょ。まあまあ、いいからいいから。これとこれと、あー、これも好き。飽きた。10分も続くなんて頑張った方だよ。人間の集中力が続く限界時間は15分くらいって言うでしょ。だって数学嫌い、細かい計算とか苦手なんだもん。そうそう、昔買った漫画とか全部読んじゃったりしてね。もう一声。うん、よし、もうちょっと頑張ってみる。できた。どう？合ってる？なんで？でも間違ってたんでしょ？チョコ食べたかったのにな。
それじゃあ次はね、これ食べたい。合ってたらチョコもくれるんだよね。いちご味のチョコがいいな。準備するならどうして起こしてくれなかったの？本当に終わってる？ひどい。私に黙って料理しちゃったんだ。楽しみにしてたのに。だってエプロン姿がちゃんと見たかったんだもん。今までは朝にチラッと見るだけで我慢してたんだよ。今日はじっゆっくり見れると思ってすっごく楽しみだったのに。涼介くんのエプロン姿、毎日見られるの。明日は絶対に見せてもらうからね。もし寝ちゃってても起こしてよ。それじゃあいただきます。おいしそう。やけどした。笑うなんてひどい。すっごい熱かったんだよ。手作りで作りたての晩ご飯なんていつ以来だろう。誰かと一緒に晩ご飯も久しぶり。実はすっごく楽しみだったんだ。うん、今度は気をつけて。おいしい。
わかった。ねえ、涼介くんも一緒に入ろう。今日は我慢してずっと勉強してたから、ご褒美あげようかなって。今日のために練習してきたんだよ。どうする？涼介くんが嫌なら仕方ないけど。キャッ！任せて。